これもすごい、ね、この人のフォーク、その方たちのフォークなんですけど、ね、77年かな確かの、うん、でもなんか、ね、そんな感じの曲と思えないぐらいの、ね、なかなか。77年ですか。でも別にイギリスとかだと別にネバーマインドボロックとか出てるわけですよね、うん、その時代にこういうの出してるとやっぱすごいなっていう。あとはこの方たち、まあ、フォークがあって、あとそうフォークフォークの第1版ですか。この方がうちのマンションのすぐ近所に住んでるんですけど、全然関係ないんですけど、未だに活動してても、すぐ生まれですか、その若い頃にすぐニューヨークに行ってしまわれて、で、ニューヨークでずっと住んでらっしゃったんですけど、これがもう、いわゆるその韓国のボブ・ディラン的な、そういう言われ方をされてる方で、で、コンサートとかもすごいこうアバンギャルドで、こう、360度こうお客さんにこう入れさせて、真ん中で演奏してとか、その当時ね、昔にやったりとか、割とね、こう結構面白いことをね、やってらっしゃるから、やっぱ芸術家だなっていうね、その人の曲を、これ、ものすごい有名な曲なんですよ、ね。中ではすごくこう革新的なことをいろいろやってた方なんで、フォーク、同じフォークの、畑にいる方もこの方のことをやっぱ一目置く方がすごく多くて、で未だにその活動をやってらして、まあ、しばらくちょっと前にまたライブ、これでやりませんっていうのをやったんですけど、また始めて、でまたその後にもまたじゃあこれで最後しますって言ったんですけど、また始めたのかな、また始めて、今ちょっとやめてる状況らしいんですけど、バックにこうキム・ドギュンさんとかね、ベック・トゥーさんがのけぞってギターを弾く、火薬部奏法と言われるベック・トゥーさんのキム・ドギュンさんとかと一緒に活動されて、でこの方ね、すごい嬉しかったのが、僕もライブに来てくれたことがあるんですよ、一回。僕はその時に、カンサレさんのバンドをやってて、カンサレさんと、クボンガムじゃなくて、熱いじゃがいもっていうバンド、キムシとやってたバンドがあって、それで掛け持ちで、単独公演をね、どっかでやったんですよ。ソジョンブード会じゃなくて、違うかな。どっかでやった時に、たまたま見に来て、見にいらしてて、で、こう、演奏終わった後に僕らがこう、楽屋帰って、あー疲れたーって言ってたら、いきなりこう、楽屋の扉バーンって開けて、燃えるジャガイモのギタリストどこにいるんだって言われて、すいません熱いジャガイモですけどねお前かって言われて、あそうですって言ったら、英語ですごいこうエクセレントとか言われて、こうなんかお前ののけとる姿がすごい良かったよとか言われて、あ
のけぞるギタリストが好きなんだと思いながら、キムドギンさんもこうのけぞりますからね、うん、すごい。でもそういう風に褒められた時は、ね、嬉しかったんですよ。もう伝説の